ホリプロオンラインチケットをご覧の皆さん、こんにちは、豊原浩介です。欧米の方で非常に話題になった舞台作品ということで、90年代の企業破綻を扱った非常にスリリングな、しかもエンターテインメント性に富んだ作品になっていると思います。自分もこれから演じるのを非常に楽しみにしています。そうですね、サラリーマンになっていたら多分企画の方だと思います。いろいろな新しい商品や、ものをそう考えて、技術部やなんかとこう話しながら進めていくと、そういう仕事じゃないかと思います。これ舞台作品なんですが、おそらく視覚的にも非常に楽しめる、エンターテインメント性に富んだ迫力のある舞台が作れるんじゃないかと思ってますので、皆さんぜひ劇場へ本当に心から楽しむということを目的に来ていただいて大丈夫だと思いますので、お待ちしております。よろしくお願いします。